マハラ・タカヒロ、マハラ・タカヒロ、マハラ・タカヒロ、1981年12月8日体は、熊本県熊本市出身の元プロ野球選手、投手。小学校時代には、熊本市の選抜チームのエースとして、同市の姉妹都市である、サンアントニオ市、アメリカ合衆国テキサス州の選抜チームと試合をした経験がある。熊本市、水前寺野球場で行われた。 県大会の決勝戦にて、当時男子に混じって、少年野球をやっていた元プロゴルファーの小上穂に、ライトオーバーの本塁打を打たれたことがあり、マハラ自身も当時のことを鮮明に覚えていると、ジャンクスポーツなどで語っている。九州共立大学では一学年年上の荒垣、渚と共に、エースとして活躍。福岡六大学リーグ通算46試合登板。 30勝4敗、防御率1.10、最優秀選手2回、最優秀投手1回、ベスト内に4回受賞する。日米大学野球選手権、大会、2002年、2003年、世界大学野球選手権大会、第1回、2002年イタリアで開催。日本は、銅メダル獲得の代表にも選ばれ、2003年の、ドラフト自由獲得枠で、福岡大英ホークスに入団。 プロ入り前に大学は中退をするつもりであるという趣旨の発言をスポーツ記者にしている。1年目のは新人応有力候補と期待され、開幕1軍入りし、開幕4戦目の西部戦で初先発初勝利を挙げたが、その後は体調を崩しわずか3勝。フレッシュオールスターゲームでは敗戦投手になった。は開幕戦目で初勝利を挙げたが、 その後3限敗して2軍を打ちした。しかし交流戦からリリーフとして1軍に復帰すると、店工事の不調により抑えに定着した。42試合に登板して、リーグに位体の22セーブを記録し、大阪春監督に翌年のクローザーに指名された。は、石井博都の故障のため、二次リーグから2006、ワールドベースボールクラシック、日本代表に選出されたが、 代表に選出された選手では、久保田智之と共に出場機会がなかった。シーズンでは初めて年間通して、おえを務め、51試合で、防御率1.65で29セーブの数字を残した。8月23日のオリックス戦では、自己最速の時速156キロメートルを計測。基本レイラは9月2日の楽天戦で、ホセ・フェルナンデスに打たれた一本のみだった。 シーズンオフには、日米野球の抑え投手部門に、ファン投票1位で選出され、第2戦、第5戦に登板し、計算イニングを無失点。第5戦では4試合で4本塁出していた、ライアン・ハワードに、全球ストレートで勝負し、空振り三振に仕留めた。は、前半から好調で、オールスター以前の実績点は2で、防御率零点内の回答を見せた。オールスターゲームでは、 前年に続き、敗戦投手となった。後半疲れからか参拝を喫したが、2年連続の防御率1点台に、球団記録となるシーズン38セーブを記録し、初の最多セーブ投手のタイトルを獲得。またその活躍により、2007や瀬福岡ソフトバンクホークス MVP 賞を受賞。メルセデス・ベンツ a 200ターボアバンギャルドが贈られた。 ホットモットフィールド神戸が苦手であるとされ、2007年は5度の当番で3度セーブに失敗。また、シーズン14失点のうち7点を同球場で失っている。2007年に元テレビ西日本のアナウンサーであった畑野雄美子と結婚、入籍12月3日、挙式12月16日。両者の間には2009年12月28日にジョジ、女児、 二千十二年五月九日に男児が誕生している。は開幕直前に右肩炎症を発症し長期離脱。七月二十五日に一軍登録され、翌日二十六日の対ロッテ戦でシーズン初セーブを上げるとその後も順調にセーブを重ねていった。しかし、九月七日のロッテ戦では四点リードの九回に登板するも満塁のピンチを招くと橋本進むに、 同点満塁本塁打を打たる一死を取っただけで降板し、チームも延長12回に勝ち越され敗れてしまった。するとその後のチームも大きく調子を落としていった。10月6日の楽天戦で日本人選手では最速となる178試合前での通算100セーブを達成。翌7日の楽天戦は両チーム共にシーズン最終戦で、 地位にとってもこの年限りで監督を優待する大貞田が指揮を取る最後の試合となった。両チームの投手陣が1点も与えず、マハラは延長11回途中から投板し、得点を許さなかった。次の回で打線が得点できず勝ちがなくなり12回も投板するが、山崎武氏にサヨナラ敵地打を打たれて敗れてしまい、チームの再開が決定してしまった上、 王監督最後の試合を勝利で飾れず、王政権最後の敗戦投手となってしまった。最終的に21試合で2敗11セーブ、防御率2.79の成績しか残せず、チームにとってもマハラにとっても不本意なシーズン取った。は、第2回 WBC 日本代表に選出され5試合に登板した。5月25日のタイヤクルト戦でシーズン中での、 自己最速となる時速 157km を計測し、7月21日の大楽天戦では、球団新記録となる通算118セーブを達成。リーグ2位となる29セーブを記録した。7月28日の楽天戦において、二百267試合目で、日本人最速で通算150セーブを達成した。 シーズンでは前年と同数の53に登板し、リーグ2位の32セーブ、防御率1.63、基本塁打は1本に抑えた。は、キャンプの時期から病気の母親の看病と並行していたが、母親は、眼性髄膜炎のため開幕直前の4月10日に、他界した。このため開幕戦に帯同しなかった。帯同後は、 抑えとして登板するも、4月23日までに、セーブ失敗を2度記録するなど登板した全試合で、失点を喫した。結局、5試合で1勝1敗、1勝はセーブがつく、場面で登板して追いつかれ、その裏にサヨナラ勝ちしたためについたもの、防御率13.50と不振を極め、1セーブも上げられないまま4月24日にに、軍攻格となった。 二軍での再調整を経て5月23日に一軍登録されると25日の対巨人戦で1点リードの最終回に登板し三者凡退で抑えシーズン初セーブを記録したしかし7月18日の登板後に右肩の違和感を訴えて翌日に右肩関節の大円筋付着部の筋座章と判明して登録抹消出場予定だった オールスター戦も辞退した。9月11日に一軍復帰した。クライマックスシリーズ、日本シリーズでも抑えの役割として登板するも、日本シリーズ1.2戦ともに延長戦で、決勝打を打たれて2試合連続で敗戦投手となった。その後第5戦と第6戦の登板では無失点に抑えたが、第7戦はセーブ機会で9回を迎えたが、登板することはなかった。しかし、 チームは8年ぶりに日本一に輝いた。2月28日に右肩を手術し、復帰予定は6ヶ月後となる見込みとされたが、結局この年は一度もブルペンにも立つことができず、1.2軍ともに登板なしに終わった。1月12日、寺原隼人の FA 移籍に伴う人的保障でオリックスに移籍することがソフトバンク、オリックス両球団から発表された。 球団フロントはマハラが右肩の故障分けで年俸が1億3500万と高額だったことや同年 FA 権を取得することもあり28人のプロテクト枠から除外していたホークスで監督代理を務めたこともある新任の森脇康二監督は迷わずマハラを選択テラハラのホークス復帰を最も喜んでいたため皮肉な結果となったがテラハラには 全然気にしなくていいと伝えた。はクローザー候補として期待されながら3月5日にヤクルトとのオープン戦で右腕の脱力感を訴えて降板。神戸市内の病院で精密検査を受けた結果、右鎖骨下の腕神経層の炎症と診断されためシーズンの大半を幹部の治療に費やした。シーズンの終盤には一軍へ復帰。 9月28日の日本ハム戦で自身711日不利の一軍戦登板を果たすと1イニングを無失点に抑えた。だが長期離脱が響き一軍では3試合の登板に止まった。は、シーズンを通じてセットアッパーに起用された。自身のキャリアでは初めてのポジションながら8回を担う佐藤達也へ繋ぐ役目を任されたため、 公式戦では7回に登板することが多かった。その結果、1軍では自己最多の55試合に登板。33ホールドポイントを記録するなど、9援陣の屋台骨を支えるとともに、チームのシーズン2とクライマックスシリーズへの進出に貢献した。もう前年に続いて、開幕からセットアッパーで起用された。しかし、1軍の9援陣を担う投手。 佐藤やクローザーの平野和などが、相次いで戦列を離れた4月上旬からは、移籍後初めてクローザーを任された。4月20日の大西部戦、ホットモットフィールド神戸では、自身4年振りの西部、翌21日の対地バロッテ戦、QVC マリンフィールドではこの年唯一の勝利を6。その一方で、当番した9試合の通算防御率が7.56に達したり、 複数の試合で救援に失敗したりするなど、投球内容に制裁を欠いた。5月2日に出場選手登録を抹消された後は、ウエスタンリーグ公式戦での登板中に左膝を痛めたことから、一軍への復帰を果たせなかった。さらに9月には、翌年の契約に関して、日本プロフェッショナル野球協約、野球協約上の減額制限を超える大幅な減法を、球団から提示。 マハラがこの提示に同意しないままアメリカ球界への挑戦を視野に球団側自由契約を申し入れたため球団では10月1日にマハラの対談を発表した12月2日付で日本野球機構 NPB から自由契約選手として講じしかし自分にとってのベストパフォーマンスができなくなったという理由で同月14日に現役引退を表明した 福岡での生活を再開するとともに、体のケアについて、もう一度、一から勉強したいとの希望から、球団スタッフや野球解説者としてのオファーを辞退し、柔道整復師、新球士を目指して、北九州の小倉にある、九州医療スポーツ専門学校へ入学。2019年3月には、柔道整復師と新球士の国家試験に合格した。この間、 フルスである福岡ソフトバンクホークスの福岡ソフトバンクホークスジュニアチームの監督に就任したが、よくは学業との両立が困難になったため1シーズンで監督を荒垣渚に譲り退任した。からはゲスト解説者としてソフトバンク戦の中継にスポット出演している。スリークォーターから最速時速 157km で2010年には、 両リーグの日本人投手トップの平均球速時速 150.2km をマークした速球と落差の大きなフォーク、スプリットと言われることもある、カットボールを武器とする。変化球は他にも、カーブや2種類のスライダーも、投球割合の数を占める。先発時代には、チェンジアップも用いていた。趣味は釣り、買い物。 またキャンプでは本を数冊持参するなど読書家でもある。国立療養所菊池警府園、国立ハンセン病療養所、熊本県甲子市を入団以来毎年訪問し、交流を続けている。入団総公会の激励金の一部を同園に寄付し、園内グラウンドでトレーニングをした。大ーソフトバンク時代のチームメートで数少ない、同学年の川崎宗則とは、マー君、 船と呼ぶ間柄で、独身時代は、寮の部屋を行き来したり、運転の得意でない川崎の代わりに、車庫入れを手伝わされていた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。